まろうっていうことで、はい、お泊まりしたいと思います。はい、どうせなら、うん、企画撮ろうよってことで、うん、ね、寝起きの企画を一個撮ろうかなって思ってます。はい、まあ、前回牛丼でやったんですけど、ね、今回は、まあでもひーちゃん多分二日酔いとかになりそうなレベル飲んだから、まだ真っ赤だし、まだ全然真っ赤だ。そうなの、しかもこんな覚えちゃうって起きないの。だからまあひーちゃんは客知らないかもしれないけど、二郎ラーメン頼んどいて、うん、朝起きて、うん、誰が一番早く完食できるかっていうのをやっていきたいと思います。はい、まあ、もうちょっと飲んでからで寝たいと思う。いや、もういいよもういいよ。やっていこう。ウェイズポーチには公式アイコン、動画内に出てくるキーワードを送っていただくと、限定画像、限定動画、限定夢かも手に入るから、ぜひ送ってください。お願いします。フルーツポンチ、おーい、わー、ちょっとフルーツ持ってきたよ。邪魔やー。あー、ね、ちょうど布団引くとこに二人が寝てる。こうしかない、こうする、これでいいか。ひーちゃんどうやって溶かす？二人じゃ厳しくない？いや、いけるいける、いこう。ひーちゃんをこっちに夢かこっちに、夢がごめんなさい。そうじゃん。やばい、腰やりそう。あ、確かに。せえ、待って、ひーちゃんマジ赤い、一生赤いじゃん。赤い、もう足までね。うん、フルーツポンチということでですね、はい、まあ、私たちはもう着替えましたので、はい、寝る準備ができてるんですけど、はい、ひーちゃんがまだ起きないです。もうぐっすり熟睡中。上着だけ着せてあげますか。そうだね。うん、緑の上着だけ、はい、これみんなお揃いでね、カラージャージに着替えたので、はい、痛くないからね。はい、あ、いいじゃん、お、それ通った。こっちはいいか。こんな感じ で、 あ、こんな感じです。ここにひーちゃんがいて分かるね。分かる、さっきまで来なかったから分かんない。そっか、色大事だね。うん、はい、じゃあ全員朝の11時で、はい、同時刻にタイマーかけたので、これで寝たいと思います。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、電気切らなきゃ。電気切ります。ラーメン3つ食べました。なので今から電気つけたいと思います。ボリュームやばい、どうしよう。一気に目が覚めた。本当にやばい、これマジで起きない。前回油断して負けたので絶対に負けません。みんなが起きてくる前に完食します。じゃないともう本当にやばい。本当に辛い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 。ゆめか本気出しちゃって早いもんな。肉がきつい。
ここも見て、確かにチャーシューめっちゃ分厚い、めっちゃね、肉肉してくね、うん、でも肉一番にいったよね、今か、うん、食べたくて、うん、あとはひーちゃんとドラカリまで残ってるからね、お酒が、うん、もうなくなったら完全に多分負ける、でも赤身は引いてるんだよ、顔はさすがに朝だから、うん、あ、ちょっとちょっとうまい、おいし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 い、本当に無理、もう無理、食べれない、悔しい、ガチ苦しい、マジ僅差だったのに、本当に苦しい、無理、おいしいよ、麺の量見てほしい、これうわっ、みーちゃーん、うわっ、いた、麺の代わりひーちゃん、客知らないから。あ、そっか。あ、別に、そうだ。ひーちゃん、開ける。知らない。おはようございます。本日の企画は、寝起き二郎ラーメンやってます。ひーちゃん、はい。ひーちゃん、寝起き二郎ラーメンやってます。いいよ、ひーちゃん。ゆっくり寝ていいよ。おーっと、危ない。ひーちゃん、危ない。どうやばいよ、ゆめちゃん。初めて、初めて。ひーちゃん、奥行く、奥。つってたらいいやん。うん。で、これ誰考えたの？で、3人で考えた、うん、あ、やばいじゃん、くっちゃん、それやばいじゃん、もう、昼になっちゃったよ、それのせいで昼だよ、もう、うわ、最悪、うわ、うわ、やばい、最悪、ほんとに無理だ、だって、無理だもん、プレッペヒーガープレッペヒーガー、めっちゃ美味しいな、あんた負けるで、頑張れ、ひーちゃん、え、ひーちゃんすごくね、シンプルにすごい、すっかり見ないのにこんな食えない、え、すごい、でもこれさ、レッグアップとかあり、あ、いいよ、別に、あ、いいよ、別に、名前が変わるけど、あ、でもうちのポリシーに反する、うん、確かに、フルーツポンチ、待って、うわ、サニーだけど、じゃあ待って、うちな、何してたんだ今、誰か教えて、今、ひーちゃんは呆然してました、うん、うん、うん、お、口が開いちゃったら終わり、うん、口の中で、お、はいはい、口の中、あーってやってね、うん、そう、あとは口の中なのよ、さあ、どっちが負けるのか、あ、食べました、あー、カリちゃんの感じじゃない、絶対カリちゃん負けると思って、やばい、理解が追いつかない、あ、なんかめっちゃ苦しい、そうやみんな、本当だ、最悪、ね、負けたじゃん、あの、ってことね、ツイッターの一言が、はい、使い終えで起きれなかった、うん、罰ゲームとかあんだ、聞いてなかった、この動画が上がってから1週間変えてください、ツイッターのプロフィール変わります、はい、では本日の LINE のキーワードはマジ悔しい本日もご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております、お願いします、お願いします。